ビバント考察、小日向文みを、長野専務、イヌマーイ、伝説のハッカー、終盤大活躍キャラは ?CIA サム、元テントアリも再登場。2023年夏ドラマの49、の主演の超大型日曜劇場、ビバント、TBS 系も、9月10日には第9話が放送され、いよいよ大詰め。 多くの登場人物が活躍する本作だが、人気ながらのキャラも多く、彼らについても終盤に大活躍するのではと期待する声が多く寄せられている。リバントは、自衛隊の影の情報組織、別班の一員である野木友女、境を主人公に描かれる、半沢直樹夫氏が原作、監督を手掛けるオリジナルドラマ。 公式サイトの登場人物欄には、ナレーション兼ドラム、富江ドラム31のスマホ、音声役の林原恵めぐみ56が紹介されている。まず、あまりに意味深な伏線が貼られていることから、乃木の勤務先である丸菱商事の長野俊彦専務が再登場する可能性が非常に高いと考えられていますね。 演じるのが超演技、重要な役を演じてきた小日向文夫さん69であることも、それに拍車をかけています。テレビ誌編集者以下ど長野には不審な点が3つあった。一つ目は、第3話で乃木の過去をね、掘りのもう一人の人格 F が不信感を抱くほど詮索してきたこと。二つ目は、 第4話で警視庁公安部の野崎盛による取り調べを受け、長野は別班ではないと証明された際、非常に意味深な怖い笑みを浮かべており、それが演出でも。そして3つ目は、防衛大出身で、一橋大学の大学院に進学するまでに2年間の空白期間があったことだ。